こんにちは。どうも皆様こんちゃでございますということでね、お弁当を買ってまいりました。2つあります。1つがですね、銀鮭のり弁当半額199円、これで199円でございます。半額、しかも上げ底ではございませんね。銀鮭のり弁当。で、もう一つ、こちらがですね、同じく半額199円、10品目の彩り御膳弁当。彩り御膳弁当。これ前一回動画に撮ったような、気がしないでもないんだけど、また、やりたいと思います。これどこで買ってきたかっていうと、まあ、地元春日部、私埼玉県の春日部、に住んでおりますが、ジョイフーズというスーパーで、買ってきたものでございます。このジョイフーズというのはですね、もともと丸屋というスーパーでございましてですね、ちょっとお店のイメージを変えようということで、店舗改装して看板も変えて名前も変えたんですが、お店の中身は全く変わっておりません。働いてるスタッフも一緒だしですね、中で売ってるもんも一緒で、この半額シールのこの黄色いデザイン、これもですね、全く丸屋とジョイフーズは一緒でございます。ちなみにこの辺でいろいろ、チェーン店になってましてですね、春日部の中心街にある丸屋はみんなジョイフーズになったんですが、姫宮とかですね、和道とかどこなんだそこはみたいな感じなんですが、その辺の駅前にあります、丸屋はまだジョイフーズになってないで丸屋のまんまでございますね。で、めんどくさいのがですね、ポイントカードがあるんですが、丸屋のカードは丸ちゃんカードっていうんですけれども、ジョイフーズはジョイフーズカードって言ってポイントカードが別になっててですね、めんどくさくてしょうがないんで統一してもらいたいって話でございますが、まあいいや、それでですね、何が話してるんだかちょっとどっちを食べるかという話なんですが、ジョイフーズと丸屋って地元しかわからないネタで、いくらも引っ張んじゃねえよカエルちゃんってことでね、あ、これ鶏くんでございます。ということですね、あとこれね、豚くんです。はい、そういうことでございます。じゃあです、鶏くんと豚くんがあんまし現れないと最近ちょっと寂しいということがあったんで、カエルちゃん、じゃあね、どっち食べようかな、カエルちゃんに選んでもらうってことでやっていきたいと思います。ほにゃ行くよ。あ、カエルちゃん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 はお腹が空いた、お腹が空いたぞカエルちゃん。ほーれ、銀鮭のり弁当を食べようかな。ほーれ、ぷえ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 、それとも14品目の彩り御膳弁当を食べようかな。ポッポン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 、やっぱ銀鮭のり弁当の方が好きみたいだね。カエルちゃん、ズン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 、ドンドンということで、部屋のちょっと匂いからハブリーズをかけろって言ったら、ハブリーズって、そんな臭くねえよ、俺の部屋は。ファブリーズでございますね。ファブリーズ。お弁当にファブリーズかけちゃダメだ。ファブリーズ。あ、そういう感じでございますが、銀鮭のり弁当はちょっと後回しにしたいと思いますね。こっちの方がなんか賑やかなんで、こっちがですね、いい感じなんで、まず銀鮭のり弁当じゃなくて、10品目の彩り御膳弁当をいただきたいと思いますね。199円。435キロカロリーなんだね。はい、それで、電子レンジで1分30秒温めろって書いたんで、ちょっと電子レンジで温めましょうかね。よいしょっと、よし、あっちゃ、いって、それで、半額弁当を買ってきたので、このですね、30% 引きのカップ麺がございますので、これも合わせて食いたいと思いますね。よろしく、お
略してヨロマンよろしくおまんこ、略してヨロマン何なんだいただきます。飲み干すおっぱい鴨出し中飲み干すおっぱいじゃねえよ飲み干す一杯ね、飲み干す一杯鴨出し中カップ飲み干すおっぱいって何なんだよバカだよ。ちょっとお湯入れて、お湯入れて、よし、お湯入れる、飲み干す一杯、お湯入れる、ポイポイ、あポイ、あポイポイポイ、あらポイ、あれお湯、お湯がね、お湯、お湯、よし、あ、あいたたたたたたた、よし、よし、よし、うん、足がつる、足がつ、よし、よし、うん、これはしまっとく、これはしまっとく、あ、ちょうど終わった、うん、ちょうど終わった、よし、よし、あっちゃ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 、よし、よし、でこれは無意味なんだ、こっち置いて、よし、よし、よし、じゃあ飯にしましょう。でこれはちょっと鴨だし中華そばこだわりスープだから最後まで飲み干す一杯みたいな、よし、よし、じゃあいただきましょうかね。お昼でございますね。朝起きて何もしないうちにお昼になっちゃったね。よし、これで食おう。よし、これです、お昼ご飯ですね。でこっちは、うん、調味油と、調味油と液体スープが入って3割引きですね。じゃあいただきましょうかね。いろいろ入ってますね。まずおこわ、おこわ、うんうん、うん、赤飯ですね、これね。でこれは何だろう、これは生地揚げ、あ、天ぷらや、うん、かき揚げが入ってますね。うん、本当に14品も書いてんの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10品目しか入ってなくない？14品目だけどね。おこわでしょ、です、かき揚げでしょ、でもう一つ、もう一種類おこわでしょ、うん、うん、でこれコロッケ、うん、桜漬けで煮物が4種類、1,2,3,4,5,6,7,8,9 10種類、あ、この中にこれが、なんだ、がんもどき、がんもどきなんだけど、がんもどきの具できなこと人参が入ってるんですよ。だからこれが3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、これでも12品目しか入ってねえよ。14品目って書いてなかった。あ、でこれぞれの5コアの中にそれぞれ小豆とごまが入ってるので、それで足して14だということですね。めんどくせえな。うん、めんどくせえな。うん。うん。まあいいや、細かいことは。うん。安いし美味しいよ。うん。うん。細かいことはいいんだよ。安くてうまけりゃいいんだよ、それで。うん。安くてうまけりゃ何でも許す。うん。高くてまずけりゃ絶対許さない。まあこれがですね、食べ物の、なんちゅうかな、常識でございますね。当たり前でございますね。はい。うん。高くてまずいってひでえよな。うん。本当に。まあ、安くてまずいは、しょうがない。うん。で、もう、それはね、まあ、高くて、安くて美味しいに、しょうがないけど、まあ、安いけど、まあ、まずいっていうのは、まあ、しょうがないなって、諦めが効くよね。まあ、安いからしょうがない。まあ、安くてもまずいってやっぱ嫌だけどさ、まあ、それでも諦めっていうのがつくけどさ、高くてまずかったらさ、なんじゃこれみたいな感じなんで、勘弁してしちょんまねみたいな感じ。で、これが、うん、どうかね。うん。あんま美味しくねえな。飲み干す一杯とか言うけど、これ飲み干すの本当に。うん。うん。飲み干すの企画として無理がなくね。うん。うん。うん、まあいいや、食おう、うん、うん、まあ、ガンも、うん、それで
ハス、うん、で、おこわ、うん、で、コロッケに入ってるんだよね、コロッケのね。でも、うん、で、あと桜漬け、なんかロジャースの弁当みたいなで、これが、うん、コロッケなんだけど、うん、ソースがついてないよね、うん、コロッケなんだけどソースがついてないのはちょっとあれだけど、うん、まあご飯に味がついてるからね、うん、コロッケなのにソースもついてない、人参、うん、うん、ちょっとその辺が気に入らないんで、まあこうやってね、うん、カップ麺食いながら弁当食ってるってまさにサラリーマンだよな、うん、工事現場のサラリーマンみたいな、うん、日雇い労働者だろ、うんうん、こんな生活ですよ、うん、あ、こっちがガンモだ、こっちはなんだ、こっちはつくねだ、こっちはつくねで、こっちはガンモだね、ガンモどき、うん、ちょっとしょっぺーな、うまいや、うん、まあこうやって、うん、こうやっておかずがいろんな種類多いのって女性が好きだとかよく言うよね、うん、ばあさんとかね、うん、なんか値段の高い駅弁とかさ、なんかそういうのもさ、なんかやったらめったらおかずの数が多いもんね、量、あのちっちゃい量が山のようにあって、まああれはあれで楽しいなと思うけど、うん、まあ楽しいなとは思うけど高えよな、みたいな、うん、うん、まあいろいろね、うん、椎茸、うん、まあ鉄道マニアは、うん、駅弁を食わないとかね、よく言うね、あの鉄道マニアね、本当のてっちゃんはね、駅弁食わないよ、あのね、あの早稲田大学とかさ、大学の鉄道研究会ってあるじゃん、ああいうところってね、食わない、止まらない、うん、ね、得てして不健康、なんかポテトチップス一袋で3日間過ごしたとかいう話聞いたことあるね、うん、あのご飯ね、食べないのんでね、じゃあ健康的かって言ったら全然なくてね、ポテトチップスだけでね、なんか一日過ごすとか普通にやるとか言ってるの、うん、うん、で止まらない、うん、基本の塾とかなんかすごいよね、なんかそんな今でもそんな感じなのかな、うん、うん、すごいよね、うん、だから昔は夜行列車乗ってさ、あのフリーキップ、フリーキップ買ってさ、夜行列車の車内で一日過ごすとか当たり前でね、なんか3泊とか4泊連続で夜行列車で夜過ごしたバカとかいるからね、うん、うん、俺だけど昔はいろいろ夜行列車があったからさ、あのそれでフリーキップ持ってるとそれだけで一晩過ごしてたんだよ、うん、今ダメだけど、まあ、その代わり満喫とかね、うん、いろいろあるけどね、うん、まあ満喫はでも一晩過ごすとやっぱ2000円ぐらいはかかるからな、うん、まあ俺も最近で満喫ぐらいは泊まるけどね、うん、2000円、うん、そうだね、うん、今年もこの動画、うん、2023年12月6日に撮っておりますがね、いよいよあの、うん、12月も入ってきてスキーシーズンなんで、またあの漫画喫茶泊まってスキーに行くといういつもの生活が始まるわけ、いつもの生活ってなんだよ、冬の生活が始まるわけでございますので、うん、動画更新も滞ることが多くなると思いますが、うん、あ、このバカスキーに行ってんだなということで、ご理解いただければと思っておりますね。あ、こんな感じかな。じゃあということでね、14品目の彩り野菜弁当、彩り
彩り御膳弁当か、ということでね、まあ本当に14品目入ってたのかよくわかんないけど、まあ美味しかったし、200円だからねって、あ、定価は400円だけどね。以上です。さよなら。